ブライアン・ウィリアム・モランは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ウエスト・チェスター軍、来出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のタンパベイレーズ参加所属。実定は同じく、メジャーリーガーのコリン・モラン。元メジャーリーガーの BJ サーホフとリックサーホフはおじに、当たる。2009年の MLB ドラフト7巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、プロ入り。契約後、 参加のアパラチアンリーグのルーキー級プラスキマリナーズでプロデビュー。6試合に登板して1勝0敗にセーブ、防御率3.72、14奪三振を記録した。7月に A 級クリントン・ランバー・キングスへ昇格。12試合に登板して0勝3敗、防御率2.89、17奪三振を記録した。2010年はまず、 A 級クリントンで22試合に登板し、4勝1敗、3セーブ、防御率1.34、48奪三振を記録した。7月に A 級ハイデザートマーベリックスへ昇格。17試合に登板して2勝0敗1セーブ、防御率1.42、29奪三振を記録した。9月に AA 級ウエストテンダイヤモンドジャックスへ昇格。 二試合に登板して防御率13.50だった。2011年は AA 級ジャクソンジェネラルズでプレーし、45試合に登板して5勝3敗、防御率4.60、63奪三振を記録した。2012年はまず AA 級ジャクソンでプレーし、24試合に登板して1勝2敗、防御率1.14、29奪三振を記録した。 6月に、トリプル A 級タコマレーニアーズへ昇格。23試合に登板して3勝3敗にセーブ、防御率3.89,53奪三振を記録した。2013年は、トリプル A 級タコマでプレーし、48試合に、登板して2勝5敗4セーブ、防御率3.45,85奪三振を記録した。2013年12月に行われた、 ルール5ドラフトでトロントブルージェイズから指名されたがすぐにロサンゼルスエンゼルスへ移籍した。2014年3月29日に左肘の故障で15日間の故障者リスト入りした。4月8日にトミー・ジョン手術を受けることが発表され13日に60日間の故障者リストへ移動した。この手術のため同年は全休した。その後、 ルール5ドラフトの規定に基づき、10月30日にマリナーズへ返却された。2015年12月15日に再び、ルール5ドラフトで今度はクリーブランドインディアンスから指名されたが、2016年3月31日に自由契約となった。2016年4月7日に独立リーグであるアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約した。 2016年8月10日にアトランタブレイブスとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級、グーインネットブレイブスへ配属された。2016年12月8日に、ウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズ参加のトリプル A 級、ノーフォークタイズへ移籍した。2017年4月11日に再び、独立リーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約した。2017年7月14日に、 ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、翌15日に AAQ タルサドリラーズへ配属された。2018年7月14日に自由契約となった。2018年7月17日、コロラドロッキーズとマイナー契約を結び、翌18日に AAQ ハートフォードヤードゴーツへ配属された。オフの11月2日に FA となった。 2018年12月3日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結び2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった2019年開幕から参加のトリプル A 級ニューオーリンズベビーケークスで43試合に登板して2勝3敗防御率3.15の高成績を残すとロースター枠の広がった9月3日に昇格 5日のピッツバーグパイレーツ戦で初登板を迎え、実定であるコリン・モランを見逃し三振に取るなど1インニングを無失点で切り抜けた。その後チームは逆転したため、メジャー初登板でメジャー初勝利を得た。また、兄弟選手が投手対野手かつ別のチームの選手として対戦したのは、メジャー史上初の出来事だった。2020年1月15日に、 スティーブン・タープリーの加入に伴って、ディーフとなり、17日に自由契約となった。2020年2月7日にブルージェイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。2020年8月2日に、ベーバー工事を経てマーリンズへ移籍した。オフの10月28日に、 FA となった。2021年2月12日にタンパベイレーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。